今ある食材を登録してチャットボットで AI と会話していくだけで、今日何作ればいいかって献立を教えてくれるっていうサービスやってます。で、例えばなんですけど、ソーセージを登録しているのにベーコンのレシピがあったとっていう時、代用できるかできないかとか、そこの判断であったりだとかっていうような、いろいろな部分を、いわゆる AI に任して提案しています。母が入院していた時があって1ヶ月ぐらい、その時に僕が料理得意なんで全部作っていって自信があったんですけども、やっぱりその主婦の方たちには料理の得意と別に今日何作ろうっていうのを考えなければいけない能力が必要だっていうことが分かったんですよ。調査を重ねていくと、やっぱりめちゃくちゃ多くの主婦の方たちが僕が抱えて悩んでいたような悩みを持っていられたんで、じゃあそこでそういうアプリ、そういう課題を解決するアプリを作ればいいんじゃないかと思って作りました。今の食材を登録しておけば、もう勝手に自分で考えなくても今何作ったらいいかっていうのを教えてもらえるアプリなんで、ぜひね、これ見られてる方で興味の方がいればぜひ使っていただければというふうに思います。人材もめちゃくちゃ募集しているので、世の中変えていきたいんだっていうような人がいればぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。